どうも、タパスカン生活です。どうも。今日は私の誕生日祝いしに行きます。イエイ。さあ、ただいま大森ベルフォートに来ております。うん、大森開通か東京バナナだじょきょっ。ありがとうございます。はい、さあやってまいりましたのはこちら、山岡家のお祝い事といえばこちらでございます。じゃあ行きましょうかね。行きましょう。はい、個室です。個室でございます。こんな感じで、この電話で注文とかはもしかしたらできるかもしれないけど、まあまあサラダ持ってきてくれたぐらい言いましょう。今日はこんなコースですな。吉祥だっけ。そうだったから、ね。はい。いろいろね、偽水ってしだめ。俺が中なの。じゃあ乾杯しましょう。はい、誕生日おめでとう。アワビのもつまい漬け、季節の前菜でーす。もつまいといえば北海道もつまい飯。いいのか楽しいぞ。伊勢海老のサラダ、中納言風、一人当たりこんな山盛りサラダと。これが結局伊勢海老ですよ。すごいね、ぶりとるね。しかしね、メインはこちらの方ね。つぶ貝、つぶ貝というつぶ貝という情報以外がわからないんですけど、これかね、クソうまいと。強烈にうまいね。一回食べたやつを吐き戻したくなるぐらい、吐き戻してもう一回食べたくなるぐらい美味しい。つぶ貝、いただきます。うめえ。どういう系の味。つぶ貝、なんとも言えないんですよ。これの味としか言いようがなくて。これは一応お宮でも売ってるんだよね。気に入ったら買って。これでもほんまにもうめっちゃうまいから一回食べてみてください。マジおすすめ。これを山盛り食べたいもん。それぐらい美味しいですよ。イエイ。伊勢海老の池作り、こっちは見ています。覚えてるね。覚えてますね。こちらが身の方でございますね。美しい。コリコリがここまで聞こえてくるぜ。コリコリ、あんまうま。うま。はい、追加注文をしました。アワビのアンチョビバター焼きそば。そう。初めて頼むね。ね、うん。こんなメニューもあるんです。アラカルトメニューはすごく魅力的なので、あえて小さいコースにして、あね、アラカルト。っていうのもありだとは思いますよ。伊勢海老のアメリカソース、アメリケンソースですね。海老のソース。また湧いてんのか。海老をなんか煮詰めてやったソースがアメリケンソースというらしいですよ。濃厚な海老の風味ですので、これが大好きなのだ。食べてみましょう。うん。突き抜けるうまみだね。エビ濃いっすか。結局エビにエビかけて食ってるんだから、めちゃめちゃエビなんで。めっちゃ美味しいよ。うまそう。食べるぞ。味噌汁、伊勢海老味噌汁、私ですね。ね。なのでビスクみたいな色味になっておりますな。ちなちゃい。エビだし。やりました。こちらの方に焼き
がすごいもんな。プリッと取って、そうそう、そのままね、かぶりつくのが正解よ。ぐわっとつけて、いただきます。していただきました、ね、サプライズ。ここがね、昨日のもう一回やってね、本当は誕生日でしたね。うん、嬉しい。これに対しての俺の声、これ静かに鳴るとその方が特別感があっていいね。ね、嬉しい。はい、そんな感じで誕生日ヒュナゴンでした。